受験生版タイガーファンンディング夢に踏み出せちょっとあの話戻っちゃうんですけど、はい、まあその公教育で、まあその地域のその教育格差をまあ是正したいってことなんですけど、例えばあの、まあ僕が所属して武田塾っていうのは今全国に350校舎あって、その地域の人があの無料でまあ相談に来れるような窓口を設けていて、であの YouTube でも情報を発信して、で僕自身も田舎にいて全然情報がなかったんで、 そういった情報をま取りに、片道2時間ぐらいかけて、その、塾に通ってたわけなんですけど、なんかそういうのをなんか、あえてその国でやるっていうのは、なんかその国こだわる必要があるのかなって、他にもいろんな、その、まあ、なんですかね、機会があるんじゃないかなって、他の方法があるんじゃないかなと思うんですけど、そこはいかがですか。メディアで発信できるのは、結構ある程度方法論とかに結構限ってて、結局わからない人は、もう、ここ、どこどこのここがわからないとか、 この計算の仕方がわからないとか、そういう感じの人が多分多いと思うから、その一人一人に寄り添ってあ、ここの問題はこういう解放の仕方があるよとか、こういう考え方があるよっていうのを教えれるっていうのではないんじゃないかなと思っています。でも逆に、手取り足取り教えすぎて、その人の主体性を奪ってしまうっていうリスクとかは考えたことありますかこ,こはまだ考えてなかったででで、あのティーチングです。すととよよくく聞話勉強を教えることですよね。 で、これはまあ人が教えてもいいし、もう今 AI で自動で教えていくような、その、その人の学力に合わせた、あの、情報セレクト、講義をセレクトしてこうね、提案することができると思うんですけど、やっぱりその、それやりすぎると、その人のやっぱ主体性を奪ってしまって、もう一個のこう、コーチングっていうのがやっぱ、僕は結構必要、必要だなと思うんですね。で、山尾先生がおっしゃったように、その、自分が今、ね、こういう現状で、で、上の大学を目指したいと。でその時に、 主体性がある人であれば、自分の情報を求めて、あの、うまくこう、自分でその合格のルートを作っていける状況では今現状あるじゃないですか。<あ>そこと、その奥田さんのやられたいこととのこう違いってなんか思いつきます。僕が考えてたのは、えっと、そこで教わった人たちが、また新しくそこの指導者になるっていう感じで、まあ、育成も含めた意味でやっていったら、もう代々続くような期間に、 ななっってて、まあ、反映すするのかなとは思っていますやっぱりそうやって教育の先人を国のトップに立ってやっていこうと思ったら、まあある程度信頼はいるわけで、その学歴が欲しいとか、その頭いいっていう称号が全く欲しいわけじゃなくて、まあ、信頼を得るためにそこを目指しているっていう感じです。やっぱなんか甘えがあって、その勉強時間とかも、 まあ頑張ってる方だと思いますよ、ね、親方には。ただ、多分、東大受験生で、こう、受かっていくこの平均とかと比べれば、ただ勉強時間少ないし、例えば、新年を得たくて将、将来、その、勉、教育とか受験の業界に入りたいんだったら、まあ、文系、理系は自分で選んだとしても、それは文一か理3いけよって僕は思うんですよ。そこまで思うなら。ただ、まあ理、文系で。 あの、理散理系ではないから、理散いけないんだったら、せめて分一行こうよって、個人的には感じますね。まあ、俺も、その、東大、まあ、分散ね、今は入りたい。まあ、その、東大に入りたいっていう意味で入りやすい分散を選択してるのかもしれないけど、まあ、最終的に全然文部科学大臣とかなんないんじゃないかなと思うよね。うん。まな、あ、れない。途中で心が、まあ、折れるなり、もっと、やっぱり、高みを目指していかないと、自分より上なんて、いくらでもいるからね。だから、分散に入ったら、まあ、 俺の友達分散行ったやつもいっぱいいるけど、やっぱりそれはね、あの、肩身狭いっすよ。文級、東大文系の中で。申し訳ないけど。だって、誰もが分散が一番合格点が低いって分かってるんだから。東大かもしれない。それは東大の外の人から見たら東大すごいね。俺だって、じゃあ例えばね、将来会った時に、どこ大ですか東大です。あ、東大なんですかすごいですね。ちなみにどこ入ったんですか分散です。分散か。 って俺は思うよ。ちなみに。うん。全然思うね。今は分一と分二ね、どっちが難しいかって、まあ本当に毎年変わっちゃうから何とも言えないんだけれども、やっぱり分一分二と分散の差はあると思うし、当たり前だけど理散と離一離二の差は歴然としてるよね。だから当たり前だけど、東大内で見たら分散っていうのはそんなにインパクトは全くないと思う。だからどうせ目指すんだったら俺はここでバンって分一目指しますって言った方が、 全然いいと思うし分散ななんか浮かんないよ正直分散いくって言ってるやつはね大体総計の下の方だよだからあのその話を聞いてまあ僕も細井さんの考えはあのすごく同意しますでその上であの例えば今話を聞いて奥田さんがどうされたいかですよねそういうのがやっぱ分散を目指すのか否かなんかそこで別に変えたからといって 別に不利になることはないと思うんですけど逆にそれでもやっぱ分散にこだわりたいのかやっぱじゃあそういう話を聞いて分一目指していきますってなるのかそれは今率直にどう思いますなんか今の話を聞いて、まあ、できるだけ高みを目指すっていう面で、まあ、細井さんのアドバイスを取り入れてもう本当にここで分一って宣言したらもう間違いなく、まあ、自分にかかってくる負担も少なからず重くなってくると思うんですけど、まあ、それを逆に自分の力に変えて。 やっていけれたらいいかなと思うんで、ブインチを今から目指します。10万出します。<laughs> はい、細井先生から10万出ましたんで、えー、現在20万です。その心はかっこいいです,、ねね、すよね。やっぱね、はい、いいですよね。やっぱなんていうんですか、最後はね、男気っていうか心意気なんですよね。やっぱりやったるぜっていう気持ちがあるやつは、俺は成功すると思うし。 やっぱりねそこにこうなんていうんですか迷いとかあとはね打算とかこれでこうやって分散うまく受かってみたいなねそういうね血まっこいこと考えてるやつはね全然無理だね目指すは文化一類タイガーファンディングのさ中かより大きな目標を掲げた志願者その心意気にドラゴン細いが札束を積む流れは志願者のペースか なんかその最初入ってきた時に正直に言うとオーラが全然感じられなくてそのこのまま行ってもうそもそも国を変えられるのかまあそもそも東大を受かるのかっていうところをすごい自分は心配しててなんかその奥田君からその奥田さんから全然このそういった破棄を感じられなかったんだけどなんかそういうところをなんかこ,のこれぐらい情熱持ってやっていきたいですとかそういうなんか今意思表示ありますか,なんか今までで自分の経験なんですけど まあ、小学校、中学校とサッカーしてきて、中学校の時は、まあ、総体という最後の大会で、まあ、近畿大会の決勝で、まあ、得点を決めさせていただいて、全国大会まで、その時は行かせていただいたんですけど、まあ、その時に全国大会に出て、1回戦で、まあ、ボロ巻きしたんですけど、まあ、その時になんか他のところで一番の景色を見たいって思ったんで、東京大学に対する思い入れは、きっと一番強いと思ってますし、 絶対行く気ではいます。じゃあはい、はい、山尾先生からも十万円出ました。あと一つ気になっていることがあります。はいあのまあ僕はあの睡眠時間は必要十分とっていいと思ってはいるんだけどもはいやっぱりその勉強時間をやっぱり増やすことがやっぱり絶対必要じゃないですかはいだから例えば六時間寝てもそんなにその成果が、まあの勉強時間あの勉強の就職が下がらなければ六時間にするとかやっぱり えー、7時間必要だとかそういうそのトライアルをあのされた方がいいと思うんですけどそういうことって今ままでやってきたことあります結構自分の中で試行錯誤して今まで,で部活やりながらも勉強してた時もあったんで、うん、まあ自分の中で結構考えながらできるだけまあ効率化できるようにしてたんですけど物量がいかんせん足りてなかったんでここで新しく勉強時間も更新させていけるのではないかなと思ってますこの話を聞いて。 なんか端的に平日だったら1日10時間休みの日だったら15時間ぐらいできそうですかできると思いますやっぱそこでその今までやってないわけじゃん何やってんの他の時間その生活って言ってるけれどもまあ俺はさっきねその松原社長もおっしゃった通り生活と勉強を一体化させることっていうのが何よりも大事だと思うんだよねつまり、まあ、食べながら歩きながら風呂入りながら うんちしながら、すべてにおいて勉強を組み込む。これしか、人が、人に勝つ方法はないんだよね。人がやってない時間って、みんな24時間、平等なのよ。で、8時間寝なきゃいけない人は寝なきゃいけないんですよ。だって結局、6時間にしたところで、その2時間分の、このデフォルトがね、どんどん積み重なっていって、どっかで破綻するわけだよね。それは効率が悪いわけだから、寝る時間は、さっき松原さんも言った通り、確保していいんだよ。 だけどもじゃあ、10時間しか勉強しない、残り6時間なんなのって話になるわけでしょそこをどう使うかで、ぶっちゃけ、分散も分一も全然変わってくると思うよ。だって6時間あんだよ、6時間。ああどんだけやんって感じでしょだから、改正からね、分一行くのはそれは素晴らしいですけど、それは普通。ああけれども偏差値43の中学校から、中高一貫校から、分一行ったら、<あ>ね、やっぱいいじゃないですか。だからそれをやり遂げるためには、 今言った通り、俺ら。例えばまあ、小橋おもそうし、改正だよね。俺も渋幕。優秀な中高の人たちが何やってるのかっていうのを知らなきゃいけないよね。要は、俺らは別にそれを当たり前だと思ってやってる部分があるんだよね。全員とは言わないけれども、要は、みんなよりもその苦労の行き地っていうのがすごい低いわけ。別に、例えば自分からしたら、それやばくねって思うことを俺らは別に平然とやるのよ。なんでかっていうと、周りがみんなやってるから。 そういう環境で6年間過ごしてるから。それが別に苦でもないし、みんなやってるから普通なんじゃないの一日13時間4時間勉強すんの普通じゃねっていう感覚になるわけ。今10時間で頑張ってると思ってるかもしれないけど。まずその感覚をね、変えるっていうのはすごい大事だよ。まあ受験ですからね、の絶対、まあ絶対受かるって意思はあるんだと思うんですけど、それがね、本当に達成されるかは、まあ本当に分からないってところはあると思うんですけど、そういった中で、その僕らがじゃあお金をこう出したとして、 ちなみにに僕らには何をしてくれるるとかかあるんですかこの資料に書いてるんですけどえっと2枚目の資料見ていただいたら書いてるんですけどまあおののやっぱ僕ができることって一人一人によって違うと思ってまああくまでも一例としてまあ自分なりに考えてきたっていうきたものなんですけどまあ例えば山火社長に投資していただいた場合はまあ大学大学在学中は。 武田塾のアルバイトとかで働かせていただく。森田社長に投資していただいた場合は、まあなんか、YouTube とかでも非常にお忙しそうなので、編集とか、雑用係で手伝していただ <laughs> てた。編集って雑用じゃないから。<laughs> めちゃくちゃ大事。めちゃくちゃ大事。一応言っちゃダメでしょ。で、細井社長に投資していただいた場合は、動画とかで文系の科目についての説明をさせていただいたり、文系科目などをアルバイトであの、細井さんが経営している塾で教えさせていただけたらな。 というのを思っています。で、小林社長から投資していただいた場合、YouTube でもちょっと拝見させていただいてると、インターンとかの制度を取り入れてますので、まあ僕もそちらで、小林社長が良ければ働かせていただきたいなという考えで、で、松原社長に投資していただいた場合、YouTube 予備校とかを結構拝見させていただいたんですけど、あの、実践的な講義とかがまだあんまりなかったので、そういうところ、 <laughs> 僕させていただいたただら <laughs> まあくまで一例なんで何 <laughs> かほかこういうことしてくれたら <laughs> いやいや講義ってできるんですか <laughs> 言ってますけどこうこうインターンって言ってもねあのねめ <laughs> すごい選んでますからねあのただただ作詞してるわけではないので今回の企画の趣旨としては困っている受験生を助けるっていうことだったんで僕がもし 文部科学省大臣になったら国レベルでそれができるっていうことになるからもっと多くの人が、まあ、助けられるんじゃないかなと思ってまあそう返しになってるかは分からないですけど教育の普及っていう観点においてはお,お返しをできるのではないかなと思ってます奥田さんを救えば毎年100万人の受験生を救えるとあそうですねはい。 国だって奥田さんが文科省大臣になるとき俺ら生きてるか分からんからね,ねああ <laughs> まず岩井社長はもういらっしゃらない。<laughs> いや当然そうですね、はい、なので要はそれは非常にアバウトすぎるというかまあそれはねあのそうの思いは伝わってきますけれどもそうじゃないよね。やっぱりり当たり前だけど実現可可能能かつその僕らが想像可能な リターンっていうのを提示しないといけなくて。そんなんね、文科省大臣俺なったから、あのー、日本の教育は救えるなんて全く思わないですよ。だって結局予算組むのはね、あなた一人で組むわけじゃないんだから、そのあなたのその申し出が国会で通るかと通るんですかむしろその文科省大臣なんてそんな権力あるんですか、ね、ないですよね。むしろ官僚の方があるんじゃないですかって思っちゃうんですよね。だから別に大臣になったからなんでそんなね、ねいきなり、 例えばオンラインでもいいけれども国がいきなり塾立ち上げて、まあ、クラウド上で全,員全国の生徒のお悩み相談しますみたいなそんなサービスできると思う、まあ、50年後でももいいけれども実現可能性的には結構低いかなとは思うんですけど、うん、まあ僕の思いとしてはできるだけまあ同じような境遇であったりさらにひどい境遇の人をまあ救いたいなと思ってるんで、まあ、今ちょっとこの場で思いついた内容としては。 まあできるだけ、まあ、多くの受験生の手助けになるように、まあ、大学に在学したら、まあ、僕の力で足りてるのかどうかは分からないんですけどその投資していただいた社長さんの YouTube チャンネルなり何な,なりで、まあ、僕が無償に講義動画とか提供させていただけたらっていうのはちょっと今思いついた感じです。合格ののたためには先人たちの取り組みを知るるべきだと語るトラ対して 志願者の答えはトラ受験生議論は白熱する具体的な絵が全然出てこないのでまだそこが浮かばないとちょっとやっぱこう動かないですね手がね今のところそのぼんやりしたものしかやっぱまだ見えてない感じですね